極楽。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよ。また今度ゆっくり話そう。ごめんごめん。それから？ああ、余計なことを。なんか部外者っぽくされてる。報酬ならあれ以上は出せないぞ。邪魔が入った。続きは独立な。三人がかりで押したんだけどね。で、なんだっけ。この思い出した。この曲になってるから。いざって時に踏ん張れるかどうかはあんまりシリアスじゃなくて。それで大変。今度一緒に飯食いましょう。うちの猫も紹介するっす。猫飼ってんの。めっちゃ猫飼ってんの。なんだよ、急に興味出たか。興味ないね。ごめんね。今はみんなと話がしたいの。ティファが冷たい。ティファが冷たい。やっぱりテキーラ飲ませればよかった。頼りすぎちゃうかな。なんかみんなからはぶられだした。クラウド、すまん、説得しきれなかった。クラウド、みんなと行きたかったの。あいつらなんだ。右腕が銃の男。新たなクエスト。なんか進んだ。お、兄ちゃん、やばい。こういう髪型の人はなかなか普段出会わない人だわ。この辺りにネジロがあるらしい。目の前や。クラウドがとぼけた。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だ。お金で喋るの。クラウド、じっくり聞かせてもらうぜ。まあ世の中お金だからな。こっちについていくのか。見てんじゃねえ。わあ、こういうね、人に迷惑かける系のね、不良はね、嫌いなんだよ。邪魔だ。明るいヤンキーの人はいい人が多いんだけどさ、こういう迷惑かける悪いことするやつはね、ほら好きくない。でも本当はいい人みたいな感じだったらいいな。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。行けと。みゃ。おい、男の居場所を知ってるんだろうな。ゲームがあれば生きていける。二度も言わせるな、ね、どうだろう。てめえ、どうだろう。知らねえんだな。神羅の末端か。あ、ナイフ。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。ラウンド1ファイト。お、シンピラットバトル。刻む。ナイフ、ナイフはずるいぞと思ったけど、こっちはもっとバスターソード使って。10、細かくダメージ食らうな。バスターソードを使うんかいってなるよね。人に向かってラピッドチェインとかしちゃっていいの。したわ。サンダー。シリル。消えろ。右腕が銃の男の話だったな。ラピッドチェイン。いや、そのバーストスライ。なぜ探ってる。おお。何にも知らねえんだ。だから命だけは。めっちゃめっちゃ。ああ。あなたが犠牲だ。仕上げだ。ラ。レバー。消え失せろ。詰め損ねた。ああ。腹切って。ちょ、ナイフで刺したでしょあんた今。やりすぎ。こっちは体験でやってやる。普通なら人間なんか真っ二つだよね。ラピッドチェイン。なんか一人になると心細いな。やっぱ
ほいや。あー刺した。刺した。痛い痛い痛い。うん、チンピラ撲滅。オエナがバレット。俺には関係ない。俺には関係ない。スラムの心得その1、部屋に戻るか。これさ、スラムでさ、チンピラに絡まれるみたいのってさ、新しいよね。今までってアバランチとかセブンスヘブンでこうアジトで会議とかはあったけど、こうやってここでこんなにクエストとか人とも戦うとかがあるっていうのは新しいけど、本当はこうなんだろうなっていうのが分かって、やっぱりこのゲームすげえわ。ここまで神か。